それじゃ次は非線形回帰です。線形回帰だけでは自由度が少ないので、こういう非線形なデータにも回帰をしたい。その場合には非線形回帰を使います。ただ、非線形にするにはどうしたらいいのか？線形回帰はもう数式が出て解いていますので、これをできるだけキープしたまま。拡張したいわけです。 あまり非線形複雑なことをすると解けなくなってしまいます一般の非線形というのはこの線形回帰をどうやって拡張したら簡単に拡張できるかアイデアはこうです非線形関数を非線形な規定関数の線形和で書いてしまいましょうこれがアイデアですつまりどういうことか今までは線形,か線形回帰は x の回帰でした x オリジナルの観測に対して線形な 式を持ってきました非線形回帰のアイディアはこうです。データ X に対して非線形関数をかませて Z というものにします。そしてこの Z を線形回帰します。この,けこの関数によってはいろいろやり方があるんですが例えばこういうものです。1次元の X についてこういう非線形な関数を考えたいとします。そうするとこれは。 Z としてどういうものを取ればいいかというとこういうベクトルになるわけです。なので、X、1次元の関数がここで3次元ベクトル4次元ベクトルになるわけです。他にもこういうふうに5次元6次元ベクトルになります。これは指数関数これは指数関数が入っているのでガウシアンの形ですね。ここを中心にしたガウシアンと 高中心にしたガウシアンとと一平均の位置をずらしたものをずらーっと並べて非線形関数にしています。他にもこういうアークタンジェントをつ使うことができます。アークタンジェントはこういうふうにマイナス二分のパイからプラス二分のパイまでこう変わるので、この変わる位置がずれていきます。その位置をパラメーターでずらしています。で、これは何をやっているかというと、この非線形関数はこの 規定の関数これはガウシなんですけど、ラジアルベーシスファンクション、同型規定関数と呼ばれます。こういうものの線形和で表現されるというふうにモデル化しています。なので、これの重みをつけます。重みをつけたのがこれです。それぞれ重みが大きいもの、小さいもの、負の重みのものになっています。これを足し合わせると、こういうふうになっています。このアークタンジェントのモデル化の方もこうです。 係数重みをかけてマイナスものもあるいプラスのものはありますこういうふうに複雑にはなってるんですがこれを足し合わせるとこういう関数が出来上がりますそしてこの考え方で予測分布を書くとこういうふうになります線形がちゃんと表現できていますこっちでもラジアルベースファンクションでもこういうふうに線形が表現できていますじゃあパラメータを推定するのはどうするかというと形は全く一緒なんですよね 線形回帰の時とこの非線形回帰の時とただ、X、が z に変わっているだけです。なのでパラメーターの推定は、X、が z に変わっているだけですごく簡単にできます。これで非線形回帰が終わりです。